その人が社会に参加できるということを考えている場ですので、そういう意味においては人工知能がここで判断して全てをやろうというふうに働くっていうふうなものは我々とコンセプトが異なる。だからこのお店は決して織姫に会いに来たいお客さんがいるわけではなくって、織姫の向こうに操作をしている人がいて、その人を認識してその人にまた会いに来ようっていうふうに来てもらえる。社会貢献というか生きているからにはその働くことによって社会に何かを還元したいってやっぱり人間思うので、そこの部分とよっぽど何かに触れてその社会の歯車になれる方が幸せだと僕は思います。はい。